北村文夫は、将棋棋士、囲碁棋士。三重県鈴鹿市出身。将棋では、板谷四郎九段門下。日本将棋連盟棋士番号76。囲碁では、関西棋院中部総本部所属、井上元六段門下。早稲田大学卒業後、教員の傍ら1948年に、将棋のアマチュア名人戦で、三重県代表として出場し優勝。1950年、西名人を果たす。その後、1956年に奨励会初段試験に合格し、同年予備クラスに入り四段ながら、順位戦から予備クラス入りしていた浅沼元、後に棋士となる木村義高、内藤国夫、佐伯正優、伊達康夫らを相手に、内藤に1敗のみの11勝1敗の成績で一期で昇段を決め、翌1957年に四段昇段。38歳での順位戦初参加は、1956年から1973年まで行われていた予備クラスの3段から4段に昇段した中で最年長記録となる。ただし最初に参加した第13期順位戦 C 級2組では6勝8敗で、同母下数ながら、序列最下位のため降級し、1959年に奨励会予備クラスに戻る。1961年は予備クラス後期成軍優勝も、人員調整で東軍に編入されていた、東軍優勝、高島博光に敗れる。この年から行われるようになった。敗者戦を前期東西決戦敗者の板谷進と指して勝利し、順位戦に復帰する。なお同時に降級した西本薫は復帰できず、橋爪敏太郎は予備クラスでは指さずに引退している。予備クラスから復帰自体も星田圭三に次ぐ2例目、後に橋本三治が達成しているのみ。また予備クラスの後継奨励会 A 組敗者、戦勝者での順位戦参加者は、他に、山口秀夫、森圭に、野本虎次しかおらず、予備クラスからの復帰者は唯一である。1962年に復帰後は、1964年の第19期順位戦に9勝3敗で次点となったのが最高成績であった。1971年の第26期順位戦、C2 組では0勝8敗で全敗を喫するも、契約問題のため降級点がつかなかった。1975年の第30期順位戦は2勝8敗で降級点を与えられ、1980年の第39期順位戦では3勝7敗で2つ目の降級点を喫し、1987年の引退まで解消することはできなかった。1982年の第41期順位戦では、0勝10敗と2度目の全敗を喫している。1958年、1963年、古豪新栄戦で準優勝。1986年6段。1987年引退。1999年、追贈7段。将棋の弟子に山本晋也がいる。ありがとうございます。